このイベントは沖縄を訪れる外国人観光客の消費額の増加を目指そうと観光庁の支援事業の実証実験として開催されました。イベントの参加者は琉球舞踊やエイサーといった伝統芸能と沖縄をテーマにしたヒット曲メドレーを楽しみながらジューシーやスクガラス、ミミガーなどの伝統的な料理に舌鼓を打っていました。